はい、どうもお世話になっております。今回は新機動戦機ガンダムウィングデュアルストーリー G ユニットより HG144/1 ガンダムジェミナス02と拡張パーツの02用陸戦重装ユニットとなります。はい、ということでまずはガンダムジェミナス02からレビューします。ちょっと何時受注で何月発送だったのか記憶がありません。陸戦重装ユニットの受注が始まる前に、テストショットだったかイラストだったか陸戦重装ユニットの情報が出てから、ジェミナス02を注文しましたので、少なくとも1時分ではないですし、陸戦重装ユニットと同時の注文でもないですね。さてこちらパッケージ説明書ともジェミナス01の時と同様にカラーになっています。はい、ということで今回のキットジェミナス02そして先行して発売されているジェミナス01ですが、G ユニットリオペレーションというプレミアムバンダイで展開されている企画からのアイテムでして、 G ユニットリオペレーションとは G ユニットの作品からのモビルスーツと乾燥ユニットを商品展開していくプロジェクトのようですね。同じくプレミアムバンダイで発売されているガンダム F90 とそのミッションパックのような展開が、類似する企画として当てはまると思います。すでにジェミナス01に付随する乾燥ユニットとしてアサルトブースター高機動型ユニットは商品化されていて、もちろんジェミナス02との互換性もあります。はい、G ユニットに登場するその他のモビルスーツやオプション装備が今後展開されるか否かはこのシリーズの商品が売れるか否かで判断されるんだと思いますが、ひとまず先日リオのカスタムモビルスーツレオスはプレミアムバンダイで受注が開始されています。はい、それでは説明書の方にガンダムジェミナス02の解説が記載されていますので、そちらを読み上げていきます。 OZX-GU-02A ガンダムジェミナス02はガンダムジェミナスの2号機として開発された機体である。機体構造や装備はガンダムジェミナス01と同じだが、本機は1号機よりも先にパイロットエクスペリエンスシステムを搭載した点、そして宇宙での運用を目的とした点が特徴として挙げられる。ブルー系の機体色は視認性を低下させるためのものと言われる。なお機体名のジェミナス双子座は1号機と2号機の存在に由来する。アフターコロニー195年アディン・バーネットの兄であるオデル・バーネットが狩るガンダム・ジェミナス02は1号機とともに MO5 を襲撃したオズプライズとそれを率いるスターダスト・ナイツの迎撃のために出撃。しかし戦闘の末中破した上に敵に奪取されてしまう。その後オズプライズによって OZ-10VMSX ガンダム・アスクレプオスへと改装されたのだった。はい、ということですね。では続いてガンダムジェミナス02の武装類についてです。まずはアクセラレートライフル。ガンダムジェミナス01と同タイプのビーム兵器、螺旋型粒子加速器を内蔵しミューオンを高速射出する。オズの量子物理学研究所が開発を手掛けた。ビームソード、磁界収束によってプラズマビームを剣状に形成した近接格闘兵器。 OZ-10VMSX ガンダムアスクレポスへの改修後も使用された。 G ユニットシールド、ガンダニウム合金製のシールド。 EM シールド発生装置とハニカム構造により高い防御力を有する。裏面にはアクセラレートライフルを収納できる。バックパック、主推進機に加えビームソードを搭載する。さらに乾燥機構と
オプションの搭載機能を有している。はい、ということですね。では続いて、作品名また、企画名にも含まれている G ユニットについての説明が、説明書の方に記載されていますので、そちらを読み上げておきます。 G ユニットとは辺境資源惑星 MO5 で独自に開発されていた試作モビルスーツシリーズ。胴体部をコアパーツとして、頭部や腕部、脚部など各部を迅速に乾燥できる電磁駆動式の乾燥機構リニアロックボルトを特徴とする。事実、 G ユニットシリーズ機には地上用、宇宙用、高機動形態など戦況や作戦に応じたユニットが用意されており、戦場ごとにパーツの乾燥が可能となる優れた汎用性と拡張性を獲得していた。はい、別売りのアサルトブースター、高機動型ユニットといったオプションも装着が可能となっています。はい、アクセラレートライフル、 G ユニットシールド、ビームソードが武装として付属しています。ハンドパーツは4種、そしてベッド、スタンド用ジョイントパーツも付属しています。はい、それでは続いて HG144/1 ガンダムジェミナス02用陸戦重装ユニット拡張パーツです。こちらは2021年の5月発送分で、販売価格が2200円となっています。ジェミナス02素体と同じ価格になっています。拡張パーツはオプションとしてジェミナス02にかぶせて装着するだけというわけではなく、複数のブロックで素体ジェミナス02とパーツの組み替えが必要となってきます。はい、頭部ではブレードアンテナと後頭部を、組み替える必要があります。パーツを一旦分解、つまりバラす必要があります。はい、肩部はショルダーアーマーの一部を差し替えます。こちらは外して取り付けるだけとなります。腰部はフロント、サイド、リアーマーに股関節のパーツの組み替えが必要です。パーツを一旦分解、バラす必要があります。脚部は足首より下のパーツを丸ごと差し替えます。ただしポリキャップを素体から流用する必要があるため、こちらも一旦分解、バラす必要があります。はい、そして下体の装甲は、素体に装着するのみとなっています。はい、バックパックは丸ごと差し替えます。こちらは取り外して取り付けるだけとなります。バックパックから伸びる3本のアームにインテグレートミサイルランチャー、ビーム、キャノン、そしてシールドを取り付けた上でバックパックを装着します。はい、それではガンダムジェミナス02陸戦重装ユニットについてです。リニアロックボルトシステムの採用をはじめ、優れた拡張性を特徴とするガンダムジェミナス02に兵装ユニット、陸戦重装ユニットを装着した重モビルスーツ形態、地上用ユニットをベースに陸戦を想定したユニットを追加乾燥した仕様であり、頭部も乾燥されている。構造としては肩部、脚部に追加装甲を、腰部に専用の装甲を備え、それらは耐弾性の高い重厚なタイプを採用。その他大型のシールドも追加装備され、防御性能は大幅に強化されている。
また武装にはバックパックの可動アームにマウントされた長方針のビームキャノン、肩部にインテグレートミサイルランチャーといった大型火器を装備。モビルスーツ戦のみならず拠点攻撃を可能にする優れた砲撃能力を獲得していた。一方、専用のバックパックと腰部脚部には大出力バーニアが装備されたほか、左肩にはジェットブースターも備えられ、重武装重装甲ながら十分な機動性能を確保。このユニットを装備した状態での出撃記録は残されていないが、機体の拡張性を実証する上で大きな役割を担ったとみられる。はい、ジェミナス02素体は非常に広い可動範囲となっています。まあ、唯一肘関節が90度ほどしか曲がらないという部分はありますが、特別ポージングに支障があるとも思えません。はい、続いて陸戦重装ユニットを装着すると、大ぶりな装甲とバックパックから伸びるアームで、各所で干渉が発生し、稼働に制限は加わりますが、まあ干渉を、ね、逃がす構造にはなっていますので、若干動かしにくくなる、という程度だとは思います。インテグレートミサイルランチャーは6箇所のハッチが展開し、ミサイルが露出します。ちなみにこちらはジョイントを介して腕部にも装着可能となっています。はい、ジェミナス02素体では頭部側面、胴体、肩付近と脇の下、ショルダーアーマーの一部、前腕、大腿部、下体、ライフルに合わせ目が入ります。そしてユニットの方では下体、装甲、バックパック、ビームキャノンに合わせ目が入ります。はい、ということで以上、ガンダムジェミナス02とその拡張パーツの組み立てとレビューでした。どうもありがとうございました。それでは失礼いたします。